若者のなんかおかしい。うちでゲームばっかりしやがって。そんなん自由だ。私たちが子供の時にはな、山には川手がほとんどもんだよ。操られてもその山も川もねえ。全部俺らのせいにしてていいの？フェニックス、どこまで？もっと私たちの言うことを聞きなさい。絶対嫌だね。なんだよ、大人のあんたたちが死ぬほどかっこ悪いからだよ。そんな生き方で人生楽しいの？楽しいわけねえだろ。お前も一回大人やってみろ。家族壊してみろよ。そんなこと言ってられないんだからよ。人生を舐めてない。お前の格好が大人になるんだ。